前編で後輩とデートすることになったキモータの一致。デートでは今の初後輩に主導権を握られているね。デートの最後にはどんな展開が待っているのか。そして一致と後輩の関係はどう動いていくのか。気になる続きはぜひ後編を楽しんでいってね。キモータの俺がデートをすることになった助けて後編。先輩の服装ちょっとヤバいですし、かなり優しい表現だなう。あたし色に染まって、ってことですね。そいつみつはさすがに拒否するべきだったんじゃないか。慣れるまでめっちゃ滑んだぞ。すげえ、なんか圧力があるんだよ。チビなのに。で、靴屋に行ったわけだが、ここではなんかすごい俺のお気に入りがあって主張をしてみた。雑巾これ良くない？後輩ちょっとブーツっぽいですけど良いんですか？雑巾なんて？後輩普段の先輩の服装じゃ合いませんよ。今なら良いですけど。雑巾でも、これ欲しいな。かっこいいじゃん。後輩仕方ないですね。ずっと私が決めてたし、確かにかっこいいので許可しましょう。というわけで、いつの間にか俺の買い物が後輩の許可を得ることになってるのがちょっと嫌だった。で、ごまごましたところははしょったが、最後のイベント中華バイキングに来たわけだが、ここでも後輩ちゃんやたらと頑張る。料理は取ってきてくれるわ。お茶のおかわりは取ってきてくれるわ。マジで絶滅したはずの大和なでしこがそこにはいた気がする。雑巾うまー。後輩ここ美味しいですよね。私も何回か来たけどハマりますよ。雑巾今日はありがとね。いろいろ付き合ってくれて。後輩いやいや、こっちが無理やり買い物させただけですから。雑巾やっぱり俺大学で見苦しい。後輩そうですね。少し浮いてますね。雑巾そう。後輩だから、今日は改造計画なわけですよ。かっこよくなったじゃないですか。お次も買い物行くんですよ。髪型も変えましょうね。雑巾なんかやけに親切だね。なんで？後輩なんでもです。大学での一致の印象を語った後輩、イメチェンは成功したかな？ってな感じで、肝心なところは何でもですとはぐらかされてた気がする。で、ここでの食事は俺のおごり、残金は2000円に同人へ、え。こんな後輩が欲しい。2000円のホテルって探すの時間かかりそうだな。後輩の服を買ってないわけだが。で、食事をした後は適当にヨドバシをうろついて普通に現地解散してしまいました。ホテルはありませんでした。後悔するのは何か買ってあげるべきだったか、それと家まで送ってあげるべきだったか、それぐらいです。でも本当に楽しかった。明日は後輩にまた会うけど、キーでもお礼にあげようと思います。で、最後に聞きたい。フラグは立ってるの？バリさんだよね。少なくとも好意はあるのは確かだよね。うん。あとなんね、ケガネが必要なんだろう。とりあえず、もげろ。微笑ましいデートの様子を傍観するスレミンたち、続きが気になるね。ピザを食いながらその後の顛末を書きます。デートから今日まで後輩に会ったのは2回。電話をしたのは2回。全部後輩から電話をかけてきました。来た。デート後に最初に会った時は大学の講義でした。せっかくだからデートの時に買った服を着ていきました。雑巾やー。後輩アッデイの服着てきたんですね。集合やっぱり、それぐらいの服の方がかっこよいですよ。雑巾うん。後輩先輩って服は何着ぐらい持ってるですか？バリエーション少ないですよね。雑巾これ含めたら5セットぐらいかな？見えを張る。後輩意外と多いですね。大学に着てきてるのは2セットぐらいだと思いました。雑巾はわは。ってな感じで最初の迎合は始まりました。その後、二人で食事に行ってお礼のクッキーを渡してあげました。でも本人はあんまり喜んでなかった気がする。なんかキョトンとした感じでした。違うってお礼もらうなんて思ってなかったんだって。で、2回ぐらい電話があったんですけど、特に何か用があるってわけじゃないみたいで取り留めのない会話をしました。電話1回目議題カバンについて。後輩先輩ってカバン嫌いなんですか？大学にもカバン持ってきてないですし。雑巾嫌いっていうか、入れるものがないっていうか。後輩あのノートをくくって持ち歩くのはやめた方がいいですよ。雨の日なんかぐちゃぐちゃじゃないですか。雑巾そう。後輩次はちゃんとしたカバン買いましょうね。雑巾はいかねないってか次もあるんだね。また買い物行くの？後輩先輩が良ければ、今度は私の買い物にも付き合ってくださいね。雑巾うん、でも俺とだとつまんなくね。かっこ悪いし。後輩かっこ悪いとかかっこよいとか関係ないじゃないですか。一緒に買い物を楽しみましょう。買い物を純粋に楽しみたい後輩、一致はどうするの？なんか最後のかっこ悪いってのがやたら受けたらしくて大爆笑でした。とりあえず、また一緒に出かけることになったらまたマナ娘たちを売らないといけません。団長の思いです。全部売れ。リア充への階段を上がってると思えば。マナ娘は潔く嫁見出せ。2回目の電話議題髪型について。後輩先輩って髪型古いですよね。雑巾オタクっぽい。後輩まあ、包み隠さず言うとそうなります。雑巾しょぼーん。後輩え？先輩ってそういう人ですよね。雑巾はい。後輩だから髪型変えるんですよ。あんまりそれっぽいと良くないじゃないですか。
雑巾でも髪型なんてよくわからないよ。後輩そんなもの美容院で適当に似合う髪型にしてくださいって言えばいいじゃないですか。私はいつもそうやってますよ。雑巾美容院行ったことないし、散髪屋だし1回1500円の。後輩安さで選んでますね。雑巾はい。後輩適当な美容院を選んでやってみましょうよ。来週までの宿題ですよ。ということで髪型を変えねばなりません。でも美容院なんて怖くていけません。今現在の最大の悩みです。ここで頑張らないと一生ドルデイだぞ。美容院なんて入ってみれば普通だぞ。ここで美容院を勧めるスレミンたち、イッチはどうするかな。俺の美容院のイメージ、着ていく服がない、店員がみんなイケメン、事情聴取みたいな感じの会話を強制される、高い、基本店員が俺のことを見下している、髪型について質問されて固まる俺、嫌だー。美容院怖い。男の人も多そうなところ探せば、客でも従業員でも髪型変えたらイケメンになるかもね。素材良さそうだし。店員だってそんな暇じゃないだろ。別に本当に取り調べ受けるわけじゃないし、気楽に行けまーし、っぴはでかそうだが。着ていく服は、ガッとスプレーいいんよね。店員がイケメそってのは間違いか。今は適当に相づち打っとけ。値段はねえ。では用意すれば安全。見下してなんかいねえ、どんな風にしたいとかは聞かれるだろうな。でも何も言わないと今のまんまにされちまうかもよ。で、どんな髪型にすればいいんだろう。似合う髪型って言って店員困らない。今と違う感じにしたいんですけどって言えば、ヘア型出してもらったりして見ながら相談してみたら、結構言ってくれるよ。なんて高度な。どうやらイッチは美容院が怖いみたい。またデートの話に戻るよ。とりあえずあとは特に特筆すべき点はないんだが、2回目の電話。議題趣味について。後輩先輩ってゲームとかアニメが趣味ですよね。雑巾アニメは見ないよ、マジで。後輩ゲームは？雑巾やります。後輩やっぱり私もゲームはしますよ。 DS ですけど。雑巾は、僕も DS するよ本当は。手ばっかだがなう。後輩最近はドラ、エゴ買ったんですよ。楽しいですよ。雑巾制、あれは面白いよね。とこの後ドラクエ談義に花を咲かせました。後輩ちゃんがゲームをすると知って結構親近感が湧いた気がします。最後のセットのところで、頭、何かつけますか？みたいなことを言われて、固まる雑巾もソルソルしたら泣けてきた。マジで怖くなってきた。前に散髪屋で。店員も土産どうしますか？雑巾や、普通で。店員普通ですね。ってのを思い出した。もうダメだ。近いうちに部屋に来るかもしれんから部屋片付けろよ。部屋に来たら送ってことだよね。だよね。持ちつけ。やや興奮気味のイッチ、なだめるスレミンたち。で、最後に会った時の会話はこんな感じ。後輩まだ髪型変えてないんですか？雑巾はい、すいません。後輩それとも一緒に美容院行きます？少し切れてる。雑巾いや、さすがに。後輩別に一緒に行ってもいいんですよ。先輩一人でちゃんと注文できるんですか？雑巾それはできるよ。バカにしてんの？嘘です。バカです。後輩ごめんなさい。ちょっと言い過ぎました。いきなり塩らしくなる後輩ちゃん。慌てる俺。雑巾いや、怒ってないよ。ごめん、きつかったかなう。後輩怒ってません。なんかすごく怒った顔だった気がして、ごめんなさい。雑巾いや、怒ってないってどんな顔したんだよ。後輩怒ってないなら良いです。また一緒に出かけてくれます？雑巾いきなりだねう。別にいいよ。それまでに髪型変えとけばいいんでしょ？後輩そうです、集合そうですよ。集合頑張って美容院行ってきてください、音符。というわけで美容院行きは確定です。どうすればいいかマジで困ってます。ちなみに塩らしくなった後輩ちゃんは俺のサドッキを恐ろしく刺激する萌えっ子でした。そのまんま言えばいいんじゃね？積極的で可愛い後輩にオタクっぽいからかっこよくしてきてって言われたんで。面白い人ですねってなって会話もつながる。喋りすぎたなと思っても美容院なんて聞かなきゃその場限りなんだし気楽にさ。美容室。細かいことはよくわからないので、お任せしますワックスなどで、朝、短時間で簡単にセットできる髪型にしてほしい。ドライヤー駆使して毎朝時間かけてセットなんてしてられないだろ。こんな感じでも、結構ちゃんとやってくれるよ。知ったかぶりしても100万いるので、無駄な抵抗はしない方がいい。セットの仕方も教えてくださいって言えばちゃんと親切に教えてくれるよ。あと、クーポン使えば初回は安くしてくれるところもたくさんある。検索して探せ。半額とか普通にあるよ。まだ残ってたのか。みんな報告しなくてすまなかった。スレミンたちから飛び交う激励とアドバイス、イッチは受け止めているかな？おまた言い干されたかと思って心配してたんだぞ。報告はくてか。逮捕はされてないぞ。報告って言っても何から報告すればよいのやら。後輩ちゃんとのその後でよいのかな？雑巾に来てたか頼む。ここに来てるならされてないだろうな。そうそう、後輩ちゃんとのその後ね。
本当に今まで放置してすまなかった。まさか残ってるとは思ってなかったし、ブログに載るなんて夢にも思わなかった。しばらく、その後の顛末を書き溜めるので夜まで待ってくれ。ある程度書き溜めたら放流して、このスレを終わらせたいと思う。時々スレをチェックするから、聞きたいことがあったら書いといてくれ。答えられる範囲ならできるだけ回答するので。待ってました。空白の2ヶ月に何があったんだろうね。待ってるぜ。これで後輩ちゃんの謎の全てが明らかになるな。おま、今頃。まず前回の続きから。美容院に行ってきたというイッチ、どうなったかな？美容院編後輩ちゃんに押され美容院に行ってこいと言われたので中学生の頃から付き合ってたセンター分けから決別することにしました。後輩ちゃんとの約束、1ある程度短めにする店員さんにショートでお願いしますと頼むに髪の色は黒のままで店員さんに色はつけないでお願いしますと頼む3ギザギザっぽくする店員さんにレイヤー気味でお願いしますと頼む4非対称の前髪にする店員さんに足目でお願いしますと頼む。と4つの約束を心に留め地元のおされ風味の散髪屋に出陣しました。実際は全然どんなところに行ったら良いのか全くわからなかったので地元の友達に5年ぶりにメールをして、その男が行ってる散髪屋に行きました。自転車で十分のところにあるその店は外観から中身が見えず入るのが怖かったです。恐る恐る中に入ると中にいた店員は移民センター分けの店長、のっぽのおされひげメガネ、すごい軽そうなヤンキーショーピザ、大ピザ。の男移民押されメガネ以外は全員普通以外俺の担当は大ピザになりましたマリオのズボンが似合いそうな兄ちゃんでしたで椅子に座りメガネを外し大ピザの恐怖の一言大ピザ今日はどんな風にしますかこの瞬間に汗がブワッと出たのは良い思い出後輩ちゃんに教えてもらった単語を必死に並べながら注文をしました雑巾太ジーフジコルポップと必死に説明するいまいちうまく伝わらず大ピザは一言こう言い放つ大ピザなんや色気づいてきたんか雑巾派、はいとうつむく俺。さらに続ける大ピザ。大ピザとりあえずお兄ちゃんの髪やとちょっと髪の長さ足らんから多少短く済んで。よいな。雑巾派、はい。ここら辺で俺は完全にキモータモード全開でろくに喋れなかったです。大ピザまあ、かっこよくしてやるから見てみー。湧き上がる殺意を。美容師に押されるイッチ、負けるな。俺も美容院苦手だから、セルフカットをマスターした。大ピザまあ、かっこよくしてやるから見てみー湧き上がる殺意をそれでかっこよくなったら俺たちがてめえにテキーが湧くんだけどな。4非対称の前髪にする店員さんに足目でお願いしますと頼むこれって基本的にイケメンしかやらねえよなお前はキモータではなく、毛が好きなイケメンということかお前は俺の敵が。大ピザはバッサリバッサリ俺の髪を刈っていく。それはもう思い切りよく。途中で帰ろうと思ったことが何回あったことやら。大ピザお兄ちゃん髪多いな。料金倍もらわなあかんでう。雑巾ハイダマレデブ。大ピザ彼女でもできたんかイメチェンやな。雑巾いや、ははははハダマレピザ。その間も俺の前髪をパッツンパッツンに切っていくピザ。俺はこの日を境にピザが大嫌いになると思った。これほどキモータと美容師は相入れないものかと思った。そして前髪パッツンなんか中学生の坊主頭みたいな髪型に俺はされた。大ピザお疲れまさでした。この時の俺はだいぶ鬱だったと思う。心の中では大ピザの言葉の後にサーセンってついてる気もした。お値段4000円 0.8 円。中学生の坊主頭最悪じゃん。値段普通ぽいから冗談だろうが髪多いから料金倍とか、慣れてないときついよな。単にエロげ懐かしい。坊主頭という一致だけど、後輩の反応はどうかな？雑巾とりあえず今の髪型でいいから見せて。そして散髪を終えた俺。あまりの印象の違う変な髪型の自分に泣きそうになり、後輩ちゃんにメールをしました。雑巾散髪行ったよ。でもすごい短くされて変な髪型かも。後輩約束実行ですね変な髪型って。どんな髪型かわからないけど、あまり気落ちしないでくださいね。この頃には俺と後輩ちゃんもかなりどうでも良いメールのやり取りが多くなってた。雑巾そうかな？まあ変な髪型でも笑わないでな。後輩はい、多分大丈夫ですしょうまた明日会いましょうバイバイ。というわけでしそうな心持ちで次の日大学に行きました。次の日大学でここで少し俺の境遇を説明すると俺は理系大学の3年生。大学の実験が多くよく本校舎から離れた理系棟に引きこもっていた。後輩ちゃんも同じ学部の同じ学科。この頃には一緒に授業も受けたりしてた。大学の近くで一緒に服を買ったりもした。まさにリア充まさに大学生。ほんの数ヶ月前までぼっちの俺とは思えなかった異常な充実っぷりしかし、その時は髪型のこともあり、かなり沈んでた気がします。うつうつした気分で校舎に入っていった。とそこで偶然後輩ちゃんとドアのところですれ違う。俺声をかけようとすると後輩ちゃんがこっちを見るしかし後輩ちゃん俺をじっと一別遅れた後、そのまま足早で去ってしまう。
すむし。後輩ちゃんに無視された俺は吐きそうな気持ちで一人ぼっちで実験をしてました。夕方までにデータを取り終えた後、レポートを書くために電算室に引きこもっていました。この後ようやく後輩の反応が見られるよ。ちなみに我が大学の理学部等の電算室小はパソコン2つスペース5畳という古生代のような古めかしい電算室です。そこに後輩ちゃん登場。俺、一瞬固まる。後輩ちゃん俺をじっと見て固まる。後輩もしかして先輩ですか？雑巾派。はい。後輩すごいじゃないですか。すっごいかっこいいですよ。雑巾やっぱイケメンかよ、ね。イケメンじゃないよ。メガネしてるしキモーただし画面に映る自分の、いい顔で何回鬱になったことやら。で、雑巾さっき俺のこと無視したよね。後輩そうですよね。まさか先輩とは思いませんでした。いや、先輩に雰囲気似てる人いるなって思ってたんですよ。雑巾派。後輩にしても良いですね。すっごい良いですよ。変な髪型って言ってたから、どんな滑稽な髪型になってるかと心配だったんですよ。落ち込んでたら慰めないといけないなぁ、とか思ってたし、先輩ちょっと鬱に入りやすいじゃないですか。だから私もいろいろ慰す。後輩との会話を楽しむ一致、後輩の本音も少し見えてきたかな？といろいろまくしたれたれた気がします。結果髪型はどうやら後輩ちゃんには大好評でした。とりあえず後輩ちゃんのはしゃぎを打ったらなかったです。今では散髪屋の大ピザには感謝しまくりです。その散髪屋には足しげく通うことになっています。とりあえず、この件でなぜか俺は後輩ちゃんに惚れてしまいました。これが10月中旬の出来事。今のところは順調だな。って短くまとめます。この頃から後輩ちゃんは俺のことをすごく気に入ってくれたような気がします。服を掴んできたり、袖を引っ張ってきたり、俺の飲んだジュースを飲んだりもはや軽い女と言っても過言じゃないくらい後輩ちゃんは積極的でした。でも一つ問題がありました。後輩ちゃんはメールの返事が異常に遅いのです。1日2日の遅延は当たり前、ひどい時は返事なんか返ってこないことが多かったのです。そのことがあり俺としては後輩ちゃんの気持ちがわかりませんでした。単に男とか女を気にしない活発な子なだけか、それとも俺としたいのか。とりあえず10月中は何回か一緒に買い物に行ったりもしました。ほとんど俺のものを買いに行ってたけど、1カバン 2A、け、2ズボン 1.5A、け、3コート 3A、け、4靴 1.5A、け、この頃にはバイト代は手に消えず、すべて後輩ちゃんとの買い物に費やしました。もちろん俺の手コレクションもだいぶ市場に流れました。箱初回限定版欲しかったな。確かに確実に断定できるプラグはまだないんだよな。やきもきするなぁ。そして先週、俺はこの時期は取るべき実験がなかったのでほとんど後輩ちゃんと会うことはありませんでした。だけど俺はメールをこまめに送り後輩ちゃんとの接点を絶やさずに努めました。しかし後輩ちゃんのメールからの返事は減る一方。ちょっと不穏な空気になってきたかな？どんどんと返事は遅くなり、返ってこない返事も多数出てくる。俺は必死に日に何度もメールチェックをする。どんどん俺自身もメールをする回数が減り、なんとなく後輩ちゃんと疎遠になる俺、メールを送る勇気がなく手の整理をしてるとある日、後輩ちゃんからメール。なんで電話してくれないんですか？後輩こいつやり手だな。できるわ。電話来たこれ。後輩ちゃんに一応。この時ほどテンパったことは自分の障害ではなかったと思うよ。本当にパニクった。自分が後輩ちゃんの気持ちがわからずにずっと鈍感にメールだけしてたこと。自分から電話を一回もせずに後輩ちゃんからかかる電話ばっかり待ってたこと。どんだけ後輩ちゃんが俺からの電話を待ってたのか。もう混乱するだけ混乱した俺はあまりにテンパりすぎて雑巾のくせに。後輩ちゃんのところに突しちゃったてへ。てへっちゃねえよ。やるじゃん。それでそれで。後輩に会いたい一致、この後大胆な行動に出るよ。というわけで後輩ちゃんのバイト先に突撃を突然かけることになった俺、心の中は完全に早く後輩ちゃんに会わないとという考えだけ今になって冷静に考えると俺はキモかった。やっぱり俺はキモオタだったと思う。後輩ちゃんの地元までは電車で1時間。後輩ちゃんのバイトのシフトは以前何回か聞いたこともあるし、バイト先にも遊びに行ったことがあるのでデコには全く問題なしで後輩ちゃんのバイト先まで到着した俺。時刻は7時しばらくお店を探すと後輩ちゃん発見そして意気揚々と声をかける俺。雑巾や？後輩先輩なんでここに？雑巾や、会いに来ちゃった。後輩じゃ、まだ終わるまで時間あるから待っててくれます？雑巾を、うん。後輩ちゃんなんで声がそんなに平坦なの？いつもの笑顔は？お前積極的になりすぎ。確実にさ、雑巾すり回されてるよね。こういう後輩ちゃんみたいなのか。一番に精を手玉に取るのに長けているという事実。後輩ちゃんの指示された外の公園で待つこと30分。
寒い、寒すぎる後輩ちゃん登場しかしかなり怒ってる。いつも笑顔の後輩ちゃんが完全に真顔で怒りまくってます。後輩先輩がいきなり来る人とは思ってませんでした。なんでいきなり来るんですか？ドーキンエア、会いたくて。後輩でも、いきなり来るなんて非常識じゃないですか？ご飯のことだってあるし私の都合だって全然考えてないじゃないですか。そんな人は嫌いです。ドーキンごめん。一致の突撃訪問に驚く後輩、その理由も明らかになるよ。でしばらく沈黙、しかしここからが俺のターン。後輩は誰に似てんだ？矢口まりの性格と身長。そして顔は、芸能人はほとんど知らないからな。毛で言うとあれ？毛のキャラってみんな同じ顔じゃね？いいよいいよ。お前のターンなど来るわけがない。まあ、この時の俺はどうかしてたね。完全にイカれてたね。頭おかしかったね。パープリンだったね。雑巾でも、俺は後輩ちゃんの気持ちが知りたかったんだよ。今まで後輩ちゃんがいろいろ俺にしてくれたけど、後輩ちゃんは俺のことをどう思ってるのか知りたかったんだよ。俺は後輩ちゃんのことが好きだけど、後輩ちゃんは俺のことどう思ってるの、と言っちまいました。この時の俺バカバカバカ。でしまい。一致の勇気ある告白、後輩はどう答えるんだろう？言ったんか？雑巾かわいいな。ほいほいほい。何誤解してるんですか？このノートリンが。あっさり言ったな。眩しい。盛り上がってきました。長い沈黙、ゆっくりと話し出す後輩ちゃん。俺の脳はこの時、ものすごく早く回転してた気がする。後輩ちゃんの一言一句について頭の中で考えることができたんだよ。後輩、私は先輩が私のことを好きって言ってくれるのはすごく嬉しいです。でも今は先輩のことをそんな風に考えることはできません。ごめんなさい。なんと一気はごめんなさいされてしまった。あばばばばばったばばばばばったばばばず。おらた。あばばばば。わら。ああ。ひ、エンド。あるある。まあどんない。必死に平静を装いながら話す俺。雑巾そっか。ごめんね。いきなり来て。変なこと言って。後輩よいんです。それはもうそんなに怒ってません。寒いですし。少し歩きませんか。と後輩に連れられて後輩の地元を夜中に散策することになった。会話少なく歩く二人。で後輩ちゃんはポツポツと話し始めたんだ。そしてどうして後輩が一致を振ったのか、理由がだんだんと明らかになるよ。後輩先輩のことは嫌いじゃないんです。私だって先輩と仲良くしたいと思うし。でも今晩のことはすごくショックで。雑巾ごめん。後輩、それに私昔そういう風にストーカーみたいな感じで、付け回されたことがあるんです。先輩がそうだとは言わないですけど、すごく先輩の姿がそのストーカーと重なっちゃって、それですごく怖くなってすごい混乱しちゃってるんです。笑わない後輩ちゃん。ここら辺から俺は完全に、下と現実の差を思い知らされた。後輩だから、少しだけ時間をください。さっきの返事は保留でもう少し時間ください。今は返事は無理です。ここで後輩ちゃんいきなり俺の手を触る。後輩って繋ぎませんか？雑巾へ？あ、生まれて初めて異性と手をつなぐ俺。小学校の頃の遠足ですら手をつなぐことを拒否られた俺。常識的に考えて手をつなぐことがものすごいことに感じられた。手をつなぎながら歩く俺たち。後輩だから、今まで通りで良いですか？今度また二人で遊びに行きましょ。今度は先輩の地元が見たいです。雑巾へ、良いけど、良いの俺なんか。後輩別にそんな卑下しないでいいですよ。雑巾ごめんね。後輩先輩、今日はごめんって言い過ぎです。割愛してたが俺は後輩ちゃんが怒ってから、ずっとごめんを言葉の端々に入れてました。後輩ちゃんのトラウマを取り払ってやってくれ。後輩ちゃん何者？後輩にも辛い経験があったんだね。じゃあ電話云々の不満をぶつけられるのはどうなんだろう。そのことで怒ってもいいよな。マジで女ってこんなだとスラブとかもう全然わからねえよ。彼氏ってほどじゃないけどみんなより仲良くしてたいって感じの軽い独占欲？電話が欲しかったにしてもそれがメールの返事をしない理由にはならないと思うしね。あんまりいい子に思えないなぁ。続きはくてか。後輩ちゃんは天然というか、天真爛漫タイプか。こういうのがわからんよな。俺は裏をかきすぎて失敗したことあるけど。繋いでた手は俺のせいでびしょびしょでした。緊張しまくって俺が汗をかきまくったから後は後輩ちゃんが俺を駅まで送ってくれました。最後に謝ろうと思って、雑巾今日はごめんな。後輩いい加減気にしてないって言ってるんだから、もう良いんです。次ごめんって言ったら本当に怒りますよ。雑巾わかった。と駅の改札を通り後輩ちゃんにバイバイする俺。地下鉄なんだが、階段を降りてる時に振られたこともあって思わずはぁーってため息をしたんだ。そしたら上から後輩ちゃんが覗いてたんだ。後輩先輩バイバイのし。雑巾のしとここまで今までの物語は終わり。実はこの話に出てくる遊びに行く日は明日です。まあ進展はしてるしな。羨ましい限りだぜ。
とりあえず振られる矢印やっぱり保留されてるんだから待て。にしても、この後輩ちゃん、全く読めん。天然花粉ビッチか？なんとなく寂しい別れ方をしたいっち。でもこの後さらに話は進んでいくよ。俺の地元です。俺の得意なビリヤードとボーリングをするつもりです。後輩ちゃんの信頼を勝ち取ってクリスマスに改めて告白とかどうだろう。さすがに短期間すぎるかな。はい。後輩ちゃんの考えというのがまとまるまでは待とうと思います。あれから1週間以上経ってるわけで明日も後輩ちゃんに会うんだけどなんだかぎくしゃくしそうでちょっと不安だったりします。明日かー。でもまだ継続中なんだね。頑張れ明日。告白はまだいいよ。とりあえずクリスマスや正月なんかを一緒に遊ぶみたいな軽い気持ちでね。後輩ちゃんは雑巾を安全な人だと思って信頼してるのかも。焦ることはないさ。627は安全な人だと思って信頼してるかもしれんが、普通では繋がんだよ。では後輩ちゃんは小悪魔だな。俺も後輩だった。今の彼女もまさにこんな感じだったが、後でソルトを苦労するということだけは言っておこう。でも雑巾が振り回されても幸せならそれでいいんじゃないか。この2ヶ月で勉強した2つの事柄、そうそう抱いたりはできない。とえ、では現実に即してない。明日の遊びに行くのも報告するよ。最近は忙しいから遅れるかもしれないけど、スレがある限りは報告します。また遊びに行くことになったエッチ、報告が待ち遠しいね。頑張れ、雑巾。あくまでリアルを優先してくれよ。でも楽しみに待ってるぜ。ついでに、デートのリアループにファッションをウェブしてくれたら嬉しすぐる。そういや冬の服持ってんの？服はむちゃくちゃ買ったよ。一回も自分で選んでねえけど暇があったらまたウプするよ。そんなに買ったの？またコムサスとは？明日何着るの？困るさも多いけどアーバン、サーチってお店で買ったりもした。あとライ、オンってとこでも買った。ズボンは見本に増えたし、シャツとか T シャツとかも3着ずつ持ってるオウム。嬉しそうにしてるが決して多くはないぞう。ライトオンだよ。ライトオンはちょっとあれだけどアーバンリサーチはいいよ。私もよく言ってる。アウターは何かだったの？さすがにフルアシャツだけじゃ無理でしょ。服議論は止まらないね。アウター？ぬくぬくグッズはタートルネックのヒートテックとセーターを買いました。後輩ちゃん曰くタートルを着てその上からシャツを着るだけで十分らしいです。困るさ。ライマルオン。矢印これは雑巾の財布事情考えてのことじゃね？よし、買ってきた服で久しぶりのお披露目と行こうか。おしゃれになった姿をウプだ。すまん、ウプに使ってた姿見は親の部屋のなんだ。今は親が寝てるから着たままは無理なんだ。明日のためにもそろそろ寝たいし、ウプは後日にさせてくれ。若いっていいなぁ。でもその時は何がいいのかわからないんだよね。明日はリラックスして楽しんできなよ。多分ね、ゲより面白いよ。横浜から応援してる。寝た。明日のデート楽しみだな。頑張ってー。夜は後輩ちゃんのポケットに雑巾の球を落とすんだな。今日こそ後輩と。というわけで行ってくる。お前ら俺の幸運を祈ってくれしょぼーん。坊主。相変わらず汚い写真だな。坊主、ねえ。坊主議長頑張ってきてね。抱いたりはまだ無理だ。ちょっとセンスアップしたかな。服は良くなったかもしれんが、中身は同じ。あんまりすぐすると同じ体に飽きちゃうから、お互いのために4、5ヶ月ぐらいはデートだけの方がいいよ。相変わらずの坊主。雑巾は今日も夕飯食ってから帰ってくんのかな。どう見ても付き合うまでは長期戦だろこれ。マサナオ後輩もわけわかんないし、トラウマはあるけど寂しいのは嫌みたいな感じなのかな。さすがにまさかそんなことは送って言ってるだけだと思いたい。とりあえず風呂入ってこよ。帰ってないのか。遅いぞ。2ヶ月も放置するような男だから気長に待とうや。また2ヶ月ほど放置されそうな気が。しばし報告は待ってくれ。しばらくまとまった時間が取れない。でも結論から言おう。できなかった大津。だが、好転した。と願いたい。イッチが戻ってきたスレミンたちは報告が早く聞きたいみたい。待ってたよ雑巾。ああ、当日着てった服のウプはいらないかな。雑巾がそう言うならしょうがないな。いる。見たい。おされシャツ、おされタートルネック、おされズボン、おされ財布、おされ靴、おされカバン。なんとこのセンスにはスレミンたちも驚いているよ。すごく良くなってるな。進化したな。綺麗な雑巾だな。こんなの雑巾じゃない。ただの布巾だ。タオルにレベルアップだね。あのおばさんとうとう忘れないであげて。これをイケメンが着てるんだったら全く問題ないな。では始めます。お前らには黙ってたが、今回の後輩ちゃんはイカ割愛の迎えは車ですることになってたんだ。免許を取って約半年、一番得意な運転は左折という俺に対して後輩が。後輩先輩、車運転できるんですか？良いな。一度でいいから助手席とかに乗ってみたいです。雑巾俺運転下手だよ。ぬよ。後輩丸ナバもろともです。みたいな軽いノリで今回は車で行くことになった。
ちなみに俺が告白してから後輩との関係は、特に変わらず今まで通りでした。車デートになった二人、どんな展開を迎えるんだろう？車という密室で男と女が二人きり、どうなるかわかります。後輩宅まで後輩を迎えに行くのに事故ってはシャレにならないので俺は遊びに行く日まで何回も通る予定の道を走りまくりました。片道1時間往復2時間。あまりにガソリンを使いすぎて親父にぶん殴られたのは良い思い出です。というわけでなんとか後輩宅までの道も完全にマスターした俺は初心者マークを5つほど貼った車で後輩の家に出発したのでした。初心者マーク無駄遣いすんな。後輩の家に着いたのは約束の時間の20分前。小心者の俺は待ち合わせ場所の距離が離れれば離れるほど待ち合わせの時間より早く来てしまう癖があるんだ。30分前に後輩の携帯に電話するのもキモいと思われかねないので、俺は DS で時間潰しをすることにして約束の時間になるまで待った。約束の時間が来たので後輩に電話すると。後輩や、迎えに来てくれてありがとうございます。すぐに出ますんで待っててください。雑巾はい。焦らんでいいからねえと後輩を待つことにした。10分15分20分すぐってどういう意味だったっけとか思いながらカル、ゼプト DS をしていると。後輩すいませんすごい待たせちゃって本当にすいません。と後輩が現れた。別に怒ってもいなかったので、そのまま我が地元に GO。最初の目的地は俺の地元のボーリングと言いたいところだがその頃には昼過ぎになってたので俺たちは昼飯を食うべくカッパ寿司という地元では超高級セレブ専用と噂高い100円回転寿司に入った。まずは回転寿司に入った二人、仲のいい様子が見られるよ。後輩先輩、私あんまりたくさん食べれなくて、こういうところ苦手なんですよ。できたら種類をたくさん食べたいじゃないですか。だからお寿司を半分ずつ食べてもらって良いですか？雑巾良いけど俺もあんまり食わないよ。後輩なら、なおさら半分こしましょうよ。というわけで一皿に二つ乗ってる寿司を一つずつ食べることになった俺たち。結局二人で11皿食べ終えて終了。後輩先輩って本当に小食ですね。あんまり食べないとマッチョになれませんよ。雑巾マッチョ好き？後輩や、先輩ぐらいがちょうどいいです。ここの支払いも割り勘でした。てか思ったことは最初の1回だけかな？次の目的地はボーリング。ちなみに俺は高校の頃よくおた友達とボーリングに行っててかなりの腕前なわけだ。この時、後輩は一番軽いボールを選んでてちょっと燃えた。しかし俺は基本的に負けず嫌いかつ勝負ごとで手は抜かないので愛用の11オンスのボールラウンド1に普通に置いてあるやつを使って後輩ちゃんを打ち負かすべく勝負に挑んだ。後輩先輩、手加減してくださいね音符。雑巾それだけはできん。後輩しなかったら二度と遊びに行きませんよ。雑巾を、こんな会話もあったがそんな脅しには動じずに合計にゲームの男と女の戦いの幕が切って落とされた。結果、1ゲーム目雑巾45後輩87、2ゲーム目雑巾53後輩101、3ゲーム目雑巾53後輩55、という結果でした。オーズなんか感覚が違うんだよね。言い訳するとさ、2ゲーム目ぐらいから明らかに後輩ちゃんの口数が少なくなり3ゲーム目には明らかに手加減をされた気がしました。一番心に突き刺さったのは後輩の一言。先やから、気にしないで良いですよ。ボーリングセンスはない様子の一致。笑えるってレベルじゃねえぞ。おま。少し心に動揺を抱えつつも俺は先輩として男としての威厳を保つべくイベントゲームセンターに挑んだ。ちなみに俺はゲームには少々腕に覚えがあり、昔はゲームセンターによく足しげく通ってたこともあったのだ。後輩先輩 UFO キャッチャーしましょう。雑巾へ？対戦しないの？ KFR よ。後輩するわけないじゃないですか？ルール知らないし。雑巾総処分。UFO キャッチャーは全然得意じゃなかったので 0.2 へ、手を投入したも成果なし。続いて後輩でもできるというエアホッケーで俺がストレート負け押しワニが出てくるモグラ叩きでも後輩にスコアで負け。アマツさえそれなりに得意なはずだったダンレボでも後輩の方が上手い始末。後輩ダンレボは昔は待ってたんですよ。ロフトの前でよく練習してました。先輩は思った通り運動神経良くないですね。こうしてゲーセンでの戦いは幕を下ろした。バカス、まだミリヤードが残ってるではないか。それに全てをかけるんだ。いいところ見せる最後のチャンスだな。最後のイベント、ビリヤード。これは本当に俺はハマっており大学に入ってからも練習してたので冗談抜きでビリヤードにおいては後輩に勝つ自信があった。ゲームセンターはゲームセンターでも、二人の思考は違ったみたいだね。ちょうど都合の良いことに後輩はナインボールも知らない素人だったので上昇無敗は明らかだったのだ。ちなみに俺の実力としてはナインボールをしてて連続で4回ぐらいまでなら的球を入れることが可能な程度。というわけでルールも知らない後輩にナインボールの説明と球の使い方を説明していざ勝負。1試合目後輩は1回もポケットに入れず俺の勝ち。2試合目後輩は1度だけ入れたが結局俺が4回連続でポケットに入れナインゲット。2試合目後輩は1回もポケットに入れず俺の勝ち。
4試合目後輩はナインボールをゲットするチャンスが回ってくるも外し俺の勝ち。8試合目ルールを変えるがやはり俺の圧倒的点差で勝利。と数試合を俺の全勝で飾ってうしゃしゃしゃな気分でいると後輩が俺の方をいきなり向いて話し始めた。そこはわざと負けとけよ。一個いくら言い方せてよね。手加減どうした。手抜きを知らない雑巾素敵。後輩もう、少し手加減してくださいよ。雑巾それはできん。勝負とは常に真剣にするものだ。後輩相手が私でもですか。雑巾手加減をするのは相手に失礼だ。後輩彼女に対して容赦ないですね。雑巾へ。後輩がポツリと漏らした単語、気になる気になる。確かにその時後輩は彼女と言った気がしました。しかしその後はいつも通りに俺に話しかける後輩聞き返すタイミングも逸してしまった俺は少し動揺しつつもビリヤードを続けることにしました。結果俺の全勝。お前、ド S、宮殿会来た。と俺から離れる後輩。そして何事もなかったかのように続く服の選定。特にこれといったことはなく目星服も見当たらずそのまま俺たちは食事に行くことになりました。後輩の言葉の真意がわからないまま、二人は食事に向かったよ。来たー。燃えるなこれは燃えるな。妹ロスへ。雑巾逃げてー。いろいろ、細かいところは端折りましたが、だいぶ夜も更け夕食の時間になったので後輩地元で夕食を取るために移動し後輩の勧めで3、ルクというなんだかおしゃれなファミレスに入ることにした俺たちでした。後輩先輩、先輩。こんなんあるんですよ。と俺に見せたのはその店のダイレクトメール。どうやら特別メニューが安く食べられるクーポンのようなものらしい。後輩これはお得ですよ。だって焼きたてパン食べ放題で2000円ですよ。正直、0.4 円、手は高い気がしたが、せっかく後輩がクーポンまで用意したので入ってみることにした。しかし思いのほか、その店の中の内装は豪華というかおしゃれで落ち着いた雰囲気でびっくりした。ピアノの演奏がされててなんかおしゃれなろうそくが立ってるテーブルもあった。ここでは焼きたてのパンをウェイトレスが運んできてくれてそれを適当に選んで食べるスタイルが好評らしく我々二人もその例に倣ってメニューを注文することにした。雑巾うまー。後輩ね、美味しいでしょ。ここは少し高いけど美味しいから好きなんですよ。雑巾うまー本当に美味しいね。焼きたてのパンがこんなに美味しいなんて。焼きたてパンに感動するイッチ、後輩も嬉しそうだね。後輩たくさん食べてください。雑巾なんか、こんなおしゃれな店だと浮いちゃう気がするよ。なんか慣れないな。後輩そんなことないですよ。先輩全然浮いてないですし、むしろかっこいいですよ。それにここそんなにすごいお店じゃないし。雑巾そうなんだ。でも浮かないでいられるのは後輩ちゃんのおかげだね。本当に感謝してるよ。後輩そうですか？本当にそうなんですか？そう言ってくれるとすごい助かります。とここで少し黙ってしまう後輩。あんまり気にせずにパンを食べ続ける俺。結局、その後に出てくる料理も美味しく食べ、後輩ちゃんを家に送るべく店を出ました。ちなみにここは後輩言う一件、俺が思ってるけど実は割り勘の術が発動しました。後輩いい子すぎだろ。いいな後輩。女の子っぽくて羨ま。3、ルクは無駄に押されたよな。後輩の家の前までたどり着いたのだが後輩ちゃんが少し話しましょうと言い出したので、車の中で二人で少し雑談をすることになった。しばらくは今日あったこと、大学のこと、ゲームのことなどで盛り上がっていました。でも突然、後輩が神妙な面持ちで話し始めました。少し話したいという後輩、どんな話をするんだろう？後輩先輩って普通ですね。雑巾何が？後輩今日1日すごい普通でいつも通りでしたよね。あんなこと私が言ったのに。雑巾あんなことって？後輩いや、なんか先輩の告白断ったじゃないですかなのに、なんか、先輩いつも通りだなって思って。雑巾別に態度変える必要ないやん。なんか別の神妙な態度取ってた方が良かった？後輩いや、そういうわけじゃなくて。なんか別に嫌わずにいてくれるし朝会った時も遅刻したのに怒らないし、なんかすごいな思ったんです。雑巾ええ。来るのか？そうなのか？青春ですね。わかります。羨ましいってレベルじゃねえぞ。後輩いや、私は安心したんです。今日1日ずっと先輩はいつもの先輩で変わらずにいてくれて態度も変えずにいてくれて。雑巾ええ。この時、俺は何を言ってるのか、いまいち後輩の心の機微がいまいち理解できませんでした。なんかアホの子のように返事をしてただけです。後輩私は先輩から告白されてから1週間すごい悩んだんです。先輩のことが好きなのか、とか先輩の気持ちに応えてよいのかとか考えすぎて寝れない日だってありました。雑巾うん。すごく緊迫した空気が伝わってくるね。後輩で、って、思ったんです。今日1日のこともあってそれに前は混乱しちゃって立ってしまったけどやっぱり先輩のこと好きだなって。雑巾ええ、そうなんだ。と後輩ちゃんの思いがけない一言にも俺は全く反応できませんでした。後輩もう少し嬉しそうにしてくださいよ。
雑巾へ、ってすごい嬉しいよ。うん、本当に。後輩先輩らしいですね、本当に嬉しいんですか？雑巾うん、嬉しい。来たわー。やったな。来たー。雑巾もおめでとう。不意の告白って、その場は案外盛り上がらないよな。雑巾もくせに生意気だぞ、おめでとう。おめでとう。なんと後輩から付き合ってほしいと言われた一致スレミンも大喜びだよ。ここは気持ちを再確認するために雑巾装備で学校行かないと。後輩先輩は私のことを全然うざがらなかったですよね。雑巾うん、別にうざくないし。後輩普通はうざく感じますよ。だって無理やり買い物させてたじゃないですか。雑巾いや、楽しかったしよいよ。後輩そういうところにも惚れてしまいました。オウムだって私を受け入れてくれるんですもの。それになんか一緒にいたいんですよ。雑巾そろそろ時間大丈夫？いい加減夜も遅かったので親御さんの手前もあるし、早く返したかったのでつい言ってしまった一言。それが後輩ちゃんの逆鱗に触れたらしく、後輩ちゃん、かなりこの時怒りました。丸のデイ丸。後輩少しひどくないですか？女の子がいろいろ話してるんですよ。少しは聞いたらどうです、他。しばらくはお説教タイムが入り10分ほど俺が謝ってから。後輩じゃ、帰ります。今日は送ってくれてありがとうございます。でも最後にお願いいいですか？雑巾何？後輩、してください。この言葉を聞いた瞬間、何も考えずに思いっきり反射的に、押しました。俺にとっては初めての、一瞬しか唇は触れてなかったけど、後輩ちゃんの唇はとても柔らかかったような気がします。後輩じゃ、おやすみなさい。雑巾うん、おやすみ帰りの車中で俺は湧き上がってくる嬉しさと初期の興奮で叫んだ気がします。雑巾そろそろ時間大丈夫？この辺がドルピーの限界。一致の報告に興奮が収まらない様子のスレミンたち。リア充、ね、おめ。ああ、聞こえない。聞こえない。雑巾が、したなんて聞こえない。何かリケイらしさの片鱗も垣間見た。いやー、よかったよかった。おめでとう。そしてこれから少しずつへ、手を得る毎日が始まるのですね。チチチチとキスだとー。これで雑巾の話は終わりです。彼氏彼女の関係になったので、これからのお話は非公開と相なります。いろいろと助言ありがとうございました。また梅田周辺で DS をしながら立ってる雑巾みたいな男がいたら、俺を思い出してください。お疲れ様でした。最大の問題は、ゲどうしよう。ゲは全部売れう。このスレに書き込むと、ゲをもらえると聞いてやってきました。祝福の嵐はまだまだ続くよ。雑巾もめ。クリスマスに予定が入ったな、おめでとう。もちろん俺に予定はないけどな。雑巾もめって、もう来ないのかな、それはそれで寂しくなるわ。で早く書面しろよ。意外におめでとうと言ってもらって俺びっくり。ちょっと嬉しかったりもする。でもいざ本当にするとなるとどうしたらよいかわからん俺がいるよ。多分しばらくは童貞のままなんだろうな。じゃおやすみ。みんな元気でなのし。雑巾おめでとさん。卒業した以上戻ってくんなよ。元気でな。あばよ。どの雑巾だった頃のお前がもういないんだな。少し寂しいけど後輩ちゃんを幸せにしろよな。それがお前の幸せになるんだろうしな。おめでとう末永くを幸せに。彼女泣かせんじゃねえぞ。あえて言おうこれなんて。で、こうして雑巾こと一致はめでたく彼女とお付き合いを始めることになった。もしあなたが周りからキモオタ認定されていて、服装も周りが引くほどセンスがなかったらどうだろう？それを見て声をかけてきてくれる子がいたら、誘いに乗るかな？とりあえず、一致には今後も後輩と幸せになってほしいね。このチャンネルでは、毎日感動ネタ、面白ネタの動画を配信しているよ。少しでもいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してね。